皆さん、こんばんは。こちらは、ロムナイ放送局の日本語のニュースでございます。ロムナイス建設局は、ローソンにおける浸水抑止に向けた解決策の実施を強化しています。建設局は、今後も文書やプロジェクト評価の支出を指導し、改善し、投資の技術、インフラへの投資プロジェクトの 実施におけるこんなの協力で解消していく上に、同期技術インフラストラクチャーシステムへの投資に関連する新投資やトラフィックルートのアップグレードを検討します。さらに、同期ウクは現象の調査と評価に重点を置き、計画の調整を制限するほか、コンクリートの使用を制限し、事前予想を保護し、 エネルギーを節約する解決策を講しました。機能分野の詳細な計画については、技術インフラと投資開発の接続にもっと注意を払い、投資技術インフラストラクチャーシステムを総合かつ、同期的にアップグレードするための投資計画を立てるには、投資建設投資を中心容量の計算と関連付ける必要があります。その上で、 同教育は定期的に監視し、浸水対策プロジェクトの部門や投資家に浸水対策ソリューションの導入を促し、労対策プロジェクトの実施を加速しています。昨日、ラムナイホテルで、ラムナイ文学芸術協会は、各新統合地域におけるベトナム文化適業および、 ラムラの文学芸術の発展のテーマにした科学討論会を開催しました。科学教授博士中央理論評議会の元委員中国チームの主催の下、た参加者は集合の典型的な論文のうち6つに耳を傾けました。サッカーや芸術家からの反論やアイデアの交換などは 各新統合実機におけるベトナム文化適用及びドム内省の文学芸術の発展の価値観革新の明確化に貢献しました。この討論会はドム内省のサッカーや芸術家が集会し学術を交換しドム内省の文化文学芸術の発展過程における功績及び困難を交換する機会です。それによって地方の指導者に 特定の仕組みや政策を尋常し提案します。海外労働管理局の統計によりますと、2023年6月に海外へ零化ぎに行く労働者数は12,600人を超えました。その中で、最も多くのベトナム人労働者を受け入れている国は日本約6,000人となり、 ついで台湾5300人、韓国400人、中国173人、ポランド153人、ハンガリー143人となっています。年初の6ヶ月間の統計で、国全体で7万2000人以上のドローさんが海外に派遣されました。2022年の同期に比べ1.55倍以上に増加し、 年間計画の66%に達していいるととうことです。エルドアン大統領は昨日、トルコはロシア・ウクライナ紛争において、客観的で公平な立場を取っており、依然として両国関係を強化していると述べました。 ウクライナのゼレンスキー大統領との会談後、バイブルート圏での集会で演説したトルコのエルルアン大統領は、ウクライナとの関係を強化する一方、ロシアとの関係悪化は許さないと述べました。ロシア,はロシアによるウクライナ侵攻がトルコ経済成長に与える影響について、周囲で起こるすべてのことは経済を反映していると述べ、 エネルギー、ソ量価格が世界的に記録的なレベルに達していることを強調しました。2022年7月、国連とトルコは、ロシアとウクライナとの間で国会国物イニシアティブを集会し、ケ府フの国会の港から、食料や肥料を運ぶ船の輸出に向けて改造回路を提供しました。 昨夜、エスラエルのほとんどの収容、投資で抗議活動が続き、この数週間で最大となる数十万人が参加しました。これは政府の司法制度改革案、とりわけ最高裁判所の権威が縮小される法案に抗議するため、抗議活動の27週連続となります。抗議活動主催者らによりますと、テルアビブに 18万人近くが集まったということです。しかし、独立団体は今回全国で抗議活動に参加する人の総数は14万人近くと伝えました。抗議団体の代表者らは7月11日にイスラエル国会で初めの討論会が惹かれるのを前にあってくを強めていると述べました。不正長ありがとうございました。